1966年のジャイアンツ投手陣。城之内邦男21勝8敗、防御率 2.01。 堀内恒雄16勝2敗、防御率 1.39。 ドラフト制度最初の1位指名選手の堀内が開幕から13連勝し、防御率のタイトルと新人王を獲得しました。中村稔11勝7敗、防御率 2.64。渡辺秀武13勝6敗、防御率 2.34。 金田正一4勝6敗、防御率 3.43。 高橋和美6勝5敗、防御率 2.16。 この年のジャイアンツは89勝41敗4分けでリーグ優勝、日本シリーズでは4勝2敗で南海を下し V2 を達成しました。